皆さんこんにちは人事総務スキルアップ検定協会代表理事特定社会保険労務士の沢井清春と申しますよろしくお願い致します人事総務検定ついにおかげさまではい、えー、1600名達成いたしましたはい人事総務の方のまあ実務それから知識ブラッシュアップするために初めてこの人事総務検定はいおかげさまでとうとう1600名 はい、達成することができて、まず皆さんに、えー、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。はい、そこでなんですけれども、今日はまあ、皆さんのキャリアを成功させるためのまあ、2つの l と2つの s ということではい、いまあ、こんな話題から入っていきたいと思います。はい、仕事のキャリア一体キャリアとは何なんでしょうか？はい、キャリアとはそのあなたのね、えー、やってる。仕事価値があるよ。よ あなたの今までのやってきたことを、これはうちの会社で生かすことができるんだ。はい。仕事とは人の役に立つことです。それが仕事です。はい、なぜあなたはお給料を取る賃金を受けることができるのか、それはあなたが人の役に立ったからです。何らかの社会の役に立ったから、お給料を得ることができているということなんですね。はい、そして今人事の方まあ、総務の方。 まあそれ以外にいろんなマネージャーの方とか、まあ、今入社して方が、まあ、いろんな方がいらっしゃいます、まあ、そういった方でですねじゃあ私の将来え大丈夫なのかなと、はい、今65歳までの継続雇用制度そしてそれが今まさにね、まあ、70歳までに伸びようとしている今この時代に将来の自分のスキルキャリア成功させることができるのか、まあ、そういった時にまずは、はい、2つの L と2つの S ですね はいまずは1つ目の、まあ、S ということでね見ていきましょうはいヒューマンスキルですねヒューマンスキルというのはまあ略していればねこれはまあ人としてのスキルです人間力であったりとか、まあ、例えばですねリーダーシップであったりとか包容力であったり優しさであったりとか、まあ、そういうことですよねはいですから、まあ、人としてのこのね考え方優しさ包容力とか、まあ、そういったことですね はい、これがまず2つ目の S ですこれが、まあ、ビジネススキルということで、はい、これは今までの経験値が、まあ、どのくらい仕事で生、まあ、かせるのかと、はい、これがビジネススキルですね、はい。そしてこの2つの S に加えてさらに例えばですよ、はい、このビジネススキルが、まあ、あるとしてもそれを例えば転職の時とか移動の時に まあ本当にそうなのかという客観的な事実証明が欲しいですよね。それがまさにこのライセンスですね。ライセンスはいこのライセンスがあるとないとではまあこれはまあ他の人たちにですね第三者の方にいくらお渡しをはこういうことができるんだとやってきてもうん本当にそうなのかなって言った時にねまあこれこれこういう資格持ってますよとまあこういう経験値がありますよと言った時にあそうなんだとねライセンスとまあスキルまあ両方持ってるんだと。 そして最後ですね。まあ最後の,のねマルクスとこれは人から見たイメージですね。はい。例えばまあね人から見たイメージというのはまあよくねあの人は心が勝負なんだからね外見は関係ないんだなんていうふうにですねまあおっしゃる方ももしかしたらいらっしゃるかと思うんですけれども実は人を評価するのは人なんです。よろしいでしょうか。人を評価するのは人なんです。はい。ですから自分がどうなというよりですねまず 転職でも何でも、はい、人からどう見られているのかということですね、まあ、この、まあ、ルックス、はい、これに関してはやはり気をつけなければいけないんですね。はいということでまずはヒューマンスキルビジネススキルライセンスルックス印象ですね。はいこの4つが揃った段階であなたは最高のキャリアを手にすることができるわけです。はいそして 人事総務の皆様にはいということで人事総務の担当に就いた皆様そしてあなたのキャリアを磨く絶好のチャンスはいということでまあなぜならということなんですねまあ実はですねこれは統計上の資料があるわけでまあその資料を少し見てみたいと思いますはい、まあ、ここでちょっと移してみましょうね社内の人材マネジメント職は企業ニーズが非常に高いと ま実はこの資料というのは、平成30年版労働経済白書、ま36ページに載っている内容です。現場の技能労働者、社内の IT 化を推進する人材、社内の人材マネジメントを担う中核的な管理職の人手不足がま強いと。つまり3つ目ですね。社内の人材マネジメントを担う中核的な管理職の人手不足がま高いと。続いて、 人手不足感が高まっている正社員に着目し企業側で具体的にどのようなスキルを持った人材ニーズが高いのかを見ていく産業別およびスキル別に正社員の人材人手不足感を概観すると全企業では現場の技能労働者社内の IT 化を推進する人材そして一番実は高いのがここなんです。統計上最も高いのが、 社内の人材マネジメントを担う中核的な管理職の人手不足感が高いことがわかるとつまり、はい、人材マネジメントの、まあ、労務管理ができる、まあ、そういった人たちが今足りないんだということなんですね。はい、つまりこれはまさに人事総務。はい、言ってみればこの人事総務のスキル労務管理のスキルこういった、まあ、知識を持っている人たちを企業が今求めているんだと。 そういうういいここことととがのの労働経済白書の内容から分からるということなんですすねね、まあ、チャンスですよ、ねはい、では人事総務というのは一体どんな仕事をするのでしょうかということで、はい、ここでね、まあ、皆さんの中でもしかしたら学生さんでねちょっと人事総務の仕事って興味あるんだけれども、まあ、どんな仕事なのかなとかね私はまあちょっと人事総務のね、えー、ちょっとね憧れちゃってるのよねみたいな、ね、学生さんいらっしゃいますよね。 はい、どんどん憧れちゃってくださいね、はい、じゃあ,、まあどんな仕事があるのかということで見ていきましょうでまずは、はい、人事とはとはい人のことと書いて、まあ、人事です企業の主な、まあ、経営資源ですね、まあ、人物金情報ということで、はいまあ、もちろんこの中で最も大事なのが人なんです。ね、最最もも大事なななは人人んです人は最も重要な まあ、経営資源です。なぜなら。人は。物金情報を作り動かす原動力なんですよ。つまり。人というのが中心になって。経営をしていくと。いうことなんですね。この最も重要な。経営資源である。人を適切に管理し。最大限に活用することによって。まあ、利益の最大化。 持続的な企業成長を図ることが、それが人事なんだと、はい、ということで、まあ少し難しめに書いてあるんですけれども、会社を動かすのはこれは人であることに間違いないんですね。本当に人って大事です。社員は宝とね、よく社長さん言いますけど、まさにそうだと私は思ってるわけですよ。まあ、なぜなら、はい、このね、本当にまあ、えー、いい社員が揃った会社というのは、はい、もうそれだけで。 素ただしですよ、はい、その人をうまく労務管理をして働いてもらう気持ちよく働いてもらう、はい、それには労務管理が大事であり人事でありそれから総務、まあ、そういった、はいまあ、実はですね逆にそのマネジメントをする人たちの、はいまあ、その知識とかそういったことスキルが重要になってくるんですね。 はい、そししててて具体的な業務について少し見てい少見きましょうまず人事の具体的な業務人材を適切に管理し最大限に活用するため、まあ、人事の担当者は次のような業務を行いますということで、はいまあ、人材の採用配置ですね2つ目人材の評価制度の策定運用、まあ、労務管理その他人材育成福利厚生等特に近年は 企業の働き方改革の担い手の役割が期待されているとさあ皆さん働き方改革ご存知ですよね今、まあ、2019年4月1日にまずスタートするこの働き方改革ですね。はい、そのののを担うのが人事部であり企業の総務であありり企業総務ということで、まあ、働き方改革というキーワードから考えていきますと非常に重要なことが見えてくるんですね。 それはなぜかというと、はい、今国を挙げて労働者の健康管理、メンタル管理をしていこうということがもうまあ、えー、全日本的に行われつつあるわけですね。そこに、えー、乗り遅れてはいけないと、ということは今は有効求人倍率がまあね、えー、まあ1.6ポイントまあ超えています。有効求人倍率が1.6ポイントを超えたということはですよ、一人に対して 求人の方がまあ多いといととうことなんですね1ポイントを下回った場合は人余り、ね、で1ポイントをまあかなり超えてますので今度は、ね、職余り減少とだから求人が厳しくなってくると企業としてまあいい人材を取るためには、はい、それなりの対策をまあ立てなければいけませんそれには少なくともこの働き方改革に乗り遅れるわけにはいきませんね。 まあ、よくね、ブラック企業なんていう言葉がありましたけれども、ブラック企業をまさにホワイト企業化していくということが。求められるわけなんですね。はい、そして、次のページね、ちょっと見ていきたいと思います。例えば、まあ、一年間の、まあ、行事スケジューリングですね。具体的に、まあ、どんな仕事をするのか、少し皆さんと一緒に、まあ、見ていきたいと思います。例えば、まあ、一月からいきますと、はい、十二月に、ね、ここでは。はい。 厳選所得税はいこれ計算しましまたねそしてはい住民税の納付など12月分社会保険料から1月ですねはいこの、えー、労働保険料の第3期納付給与支払い報告書の提出、まあ、法定調書の提出ですねから2月ですねはい2月に関しては源泉徴収税住民税納付社会保険料の納付などですね、まあ、3月も同じで。 そして四月になりますと少し忙しいですね。はい。まあ雇用保険料それから社会保険料などのまあ健康保険の両立変更介護保険も含めですねあります。五月ですね。はい。五月に関しては五月一日から五月三十一日まで新年度分の特別徴収のはい住民税のあの到着があります。六月ですね。はい。そうしますと、えー、まあ六月に関しましてはですねいろいろと出てきますね。 はい新年度分の住民税の徴収開始とまあ言ったところと年度更新といって労働保険料のですねはい、えー、更新の準備があります七月何といっても社会保険の算定基礎届はいそれからまあ賞与が出れば賞与支払い報告書も必要になるということになります特に10月見てください10月ははい、えー、見ていただきますとですね社会保険料のまあ算定基礎届の要は 定時決定において、まあ、初めて決定された9月から対象となるものの翌月控除が初めて始まります。そして何といってもですね、はいまあ、11月に年末調整の資料を配布そして12月に年末調整ですねそれからえ源泉中枢法の配布などということで、まあ、非常にですね一年を通じていろいろとですね、えー、あるわけでですすねねこ、はいまあ、こういったところです、ねえー、実はですね。 あの非常に高いスキルが要求されます給与計算であったりとか年末調整であったり労働保険料の計算であったりこの間に社員がけがをすればですねはいまあ、労災保険の請求があったりそれから、えーまあ、例えば、ね、傷病で会社を休めば傷病当的に健康保険の請求があったり、ね、育児休業に入れば育児休業給付金。はい といったようにね、もうさまざまないろいろなまあね、えー、労働者に関する手続きが発生します。そういったことをまあ、一手に担っているのがまあ、人事であり、まあ、総務であるということになるわけですね。この高いスキルをまあ、自分でまあ、ね取得すれば、実は人事総務の方というのは今のところ低手余ったです。はい、人事総務の実務ができて、まあ、さらに資格でもあればですね。はい、これはある程度まあね今企業の方でまあね、えー、もう非常に欲しい人材の ね、一つだといいうモデルになっているわけですね、はい、そして1ページをめくりまして、はいまあ、随時対応する人事総務ということで、はいまあ、ここにもです、ね、いろいろ書いてあるんですけども、はい、例えば少女支払い届ですね、まあ、こういった社会保険ですね、はい、こういったものも必要になりますし、はい、で,総務,です、ね、総務というのは、まあ、一体何なのかと。 はい、小さな会社ではですね、まあ、中堅企業からあとはまあ中小企業に関しては人事と総務を、ね、一緒くたにしている会社も結構ありますし人事は幹事職がやってますよという会社もありますけれども、はい、一般的に総務というのは、はいまあ、例えば大企業ではですねちょっとね見ていきますと、はいまあ、法務部なんてあるんですけどもあとは広報部なんてあるんですけどもね、はい、中小企業では法務部とか広報部なんていうのはないですね。 よってはい、人事、総務部などとまあ、そういった部署名で全てですね。まあ、こういったまあ、ホームであるとか、契約書の管理などですね。まあ、総務でになっているということもあります。それ以外に社長のスケジューリング、役員会の設定なども総務で行っていることが多いですね。はい、総務の具体的な業務ということで、まあ、上から見ていきますとですね。契約書の作成など株主総会。はい、それから株式管理ですね。 はい人事があれば担当することとなる安全衛生福利厚生健康管理助成金総務で担当することが多い受付文書管理はい社内外の、まあ、経調業務秘書業務会社行儀それからまあねいろいろ社会貢献活動などもありますよねはいこういったところはまあ、大体総務の仕事ということになりますはいそして人事総務で活躍するために 人事総務定で必要な知識を習得しませんかという流れなんですけれどもはい実はね私が言いたいことは何かというとまず1つは人事総務での知識の習得ともう1つはそれに基づいた経験値があればあなたのキャリアは今後、はいまあ、ステップアップしていくことができるし将来、まあ、非常にですね有望なんだということを伝えたいわけですね。 はいで私は実は自分の経験から言うと私は社会保険労務士の事務所をですねまあ、十数年20年近くやってるわけでその中でですね実際やってみなければわからなかったことと実際知識として勉強しなければ知らなかったこと2つあるんだってことに気がつき,気がつきました。でやってみたらこうだったと、ね、やってみたらこうだったみたいなね話ありますよね。ところが 知識として知らないから、そのことができないってこともあるんです。はい、やってみて初めてわかることと知識として教えてもらわなければ初めてで、ね、そこで初めてわかることとあるんですね。ですから、知識とこのスキルは、まさに経験は、まあ、車の両輪の関係になっているということが言えるわけですね。はい、そこで、このね、えー、見ていただきたいんですけども、はい。 まあ、人事総務検定です。まあ、人事総務のスペシャリストになろうということで。はい、少しね、見ていきたいと思うんですけれども。はい、人事総務検定には。はい。まあ、今のところ、三級、まあ、二級、一級という形があります。はい、例えば、こんな感じ。はい。まず、三級。はい。人事の基礎。二級。はい。まあ、人事の応用と。 一級はい、人事の戦略と総務ということでまあ、こんなようにな,になってます。で、これに関しましてははいまあ、1ページをめくりますね。はいまあ、こっちのね。えっ、ー、と見ています。はい、まずはですね。こんな方におすすめということなんですけれども。今人事総務にいる方はもちろんです。それから学生さんでこれからですね。まあ、将来人事とか総務で働きたい方。 はい、こういった方もですね、まぜひ目指していただければなと思うわけですね。はい、そしてですね、今おすすめなのが、この3級2級の特別講習会です。はい、で、これはどういうことかというとですね、実際に今試験もやっているんですけども、やはりですね、いきなり試験に慣れてない方が試験を受けても、なかなか合格は難しいんですね。そこでですね、はい、このま日程に沿って3級を、はい、 講習会を教会の方で実施しています。で、この講習会に出ていただいて勉強をしっかりしていただいて、最後に確認テストというものをやっていただきます。まあ、試験であることは確かなんですね。ただ、この確認テストは落とすための試験ではありません。よってはい、これは、えー、きちんと勉強していただいた方、それをまあ、そのまま答案用紙に載っけていただくということで、ほぼ大体ですね。 8割ぐらいの方がそれを通っていただいてまあ、3級の認定それから2級も同じですね2級も認定させていただきます。ただしただしですよそれなりの学習時間はこれは見ていただいてます例えば3級でははい、1限目2限目ということで1科目このね1限で2.5時間2.5時間ですねまあ、1日で終わる内容になってますけどもこの2時間半かける2回これをしっかり受けていただいた上で が確認テストを提出してくださいそれによってまあ、認定するしないを決定させていただきます8割ぐらいの方が大抵はまあ、認定を受けることができているという現状ですねはい、皆さん真剣ですのでねただあの携帯電話ですね例えば途中20分ぐらい以上退出しちゃった方とかそういう方は残念ながら少し落とさせていただいておりますはい、それかな。2級です2級に関しましては 2級はまさに本格的な内容で、まあ、入退者それから賃金給与関係ですねメンタルヘルス関係はい実際の手続き関係ですね、えー、労災保険の請求書などそして、えー、最後にね、えー、労働保険の、えーね、更新とか、はい、それから算定基礎届などということですね、まあ、実際の実務です。2時間半を4回に分けてて行いますよって これに関しては2日間見ていただく形になります。はい、ということで、この2級に関しましてもしっかりと学習していただければ、確認テストを受けていただいて、それでま教会の方で認定いたします。よってこれは落とすための試験ではございませんので、しっかりとま回答を書いていただければ、まここもだいたい8割ぐらいの方が認定を受けることができているという状況を達成しています。皆さん結構真剣ですのでね。 はい、そのまあ、気持ちをですね。大事にしたいなと思っておるわけですね。はい、これがまあ、2級ということになります。そしてまあ、1級はですね。これは特別認定講習会はありません。で、このまあ、認定講習会で2級3級を取っていただくとはい。これは自動的にこの人事総務スキルアップ検定協会の会員になることができます。はい、認定があるとしばらくすると会員カードが送られてきまして。まあ、教会のホームページから。 はいここね会員の専用ホームページに入っていただきましてそこから、はい、毎月私などが行っている講講演会の無料講義を受けることができますそれから、まあ、中身です、ね、いろいろな帳票などを使うこともできるということでさらに、まあね、その会員の方に関しましてはほぼ毎月のようにメールマガジンですね例えば働き方改革情報などが行くようになっているその時に、まあ、無料の講義があるので来てください。 まあね、見れることができますよといったご案内も載せていいるととうことになりますただし、はい、この有効期間は2年間ということになりますので、はい、そうしますとです、ねまあ、2年経つと、まあ、自動更新にはなりませんので、まあ、自分で,です、ね、その簡易所のです、ね、2年後の時にもう1回更新の、はい、講習会に参加していただいて、まあ、もちろんこの、えー、と通信でもありますので更新をしていただくという形でまたさらに2年間更新することができると。 はい、会員になっていればいろんな情報がね行きますので、まあ、人事総務の担当者としていろいろとですね知識を吸収することができるということになりますただし一級に関しましては認定講習会はありません一級に関しましては対策講座というのがありますので対策講座を受けていただいてこれでまあ試験会場で受けていただきたい 実は1級の試験はもうスタートしていまして、1級に関しては今のところ合格者がまあだいたい合格率20%前後ですね。合格率が20%前後になっております。はい、1級はですね。ま、いろなまあ意味でマネージャー的なーね。内容も入ってきますので、非常に充実するということでもあります。はい、そしてですね現在学生さんでですね。受けたい方も非常に多いので。 学生割引として20%割引とということですね、まあ、在学中に一度人事総務検定ですね3級2級特別認定講習会をやってみてそしてもしね興味があればそのままそれをですね履歴書に書いていただいてそして企業の面接を受けていただくのも非常にいいのではないかなと思うわけですね。はい、さらににここには書いていないてなのですが ま、もし皆さんの中で社会保険労務士の資格に興味ある方、まず入門的にこの人事総務検定を受けていただくといいのではないかと思います。はい、まあ、ここでね。やってみたあ、そうなんだとね。そうなんだ。こういうことを社労士の人もやってんだなというのを聞いていたね。見ていただくと、そして資格を取っていただくと。 そうすると実はここはですね、まあ、レック東京リーガルマインドの社労使講座が2割ほど安くなるというねそういう権利も与えられますのでぜひ、えー、取っていいいただければなと思いますはい、そしてもう一度最初に戻りまして、まあ、ヒューマンスキル、まあ、ライセンスビジネススキルルックスということでこの2つの L と2つの S それによって皆様のキャリアを成功させてください。 そしてまあそのお手伝いをですねするのがこのライセンスはいそれからビジネススキルの部分で人事総務検定だと思ってください皆さんのご入も心よりお待ちしておりますそして最後にですねお問い合わせの方ですお問い合わせに関しましてははい実施機関でありますレック東京リーガルマインドコールセンターですね電話番号ゼロ五七ゼロゼロ六四四六四 お問い合わせの電話番号。ゼロ五七ゼロ。ゼロ六四四六四。レック東京リーガルマインド。コールセンターに。お問い合わせください。皆さんのご入門心よりお待ちしております。